だ今、うん、その新しく買うなら M11 か、うん、ハッセルか、まあ、悩ましいとこではあるよね。ライカ使ってたよね。使ってない。使ってないの？うん。あ、ライカの時間はないの？ない。ハッセルの時間。そう、今日持ってきちゃった。ローライの時間。持ってきちゃったの。ハッセル。そうか。そうそうそう。ハッセル、ローライ、四角形の人だもんね。探してきて、今日ハッセルでどんな仕事をしてたのとか。ああ、はいはいはい。それで最初期の仕事なんですけどね。これは何の本なんですか？これはね、うん、布で作った花。これさ、はい、お城のね、3つ、うん、ドイツの、うん、借り切って、いいね、ハッセルね。もうすごい暗いとこなんですけどね、実際には。これは何ミリ？80ミリと50ミリと120ミリ。120ミリ。使ってます。いやー、これいい印刷だね。印刷もいいんですよね、まあ、当時としてはね。何年代ですかこれ？90年代。後ろ見れば、うん、そう、ちょうど1990年。うわー、これ藤田さんがさ、そのカメラマンになった話大好きでさもうあれはもうなんだろうな、いろんなカメラマンになったってあれなり方聞いてきたけど、藤田さん特殊だよね。なんかね、強気でね、若気めちゃりで。7年間くらいフランスでフラフラしてたんだっけ？10年ぐらい。通してね。で、通し10年フラフラして帰ってきたら働けって言われて、仕事ないわけだよね、うん、でフランスで何してた？プラプラして、プラプラしてただけですよね。死ぬと思って死ぬと思ってて、なんかそんな気がして、このままじゃいかんって言って、うん、仕事しろって言われて、いかんと思わなかったよ自分ではね。でそれで日本に帰ってきて、親に働けって言われて、そうしたら日本に帰ってきて仕事を探すわけだよね。よくカメラマンやろうと思ったね。仕事探す気はあんまなくて、うん、写真だったら楽なんじゃないかなと思って、うん、撮れるし、撮れそうな気がするよね。そうそうそう、俺の方がうまいよねなんて、なんか思ったりなんかして、うん、どんなカメラマンになりたいとかってあったんですか？なかったの。もうチラシでもいい、何でもいい、何でもいいけど、今でもそうなんだけど、うん、アーティストじゃないから写真家じゃないから、うん、はいはいはい、何でもいい、よくてシャッターを押せてればいいかなぐらいだ。フランスでは写真撮ってたんですよね。まあ撮ってたけどね、遊び。まあいわゆる仕事じゃなくて、うん、写真家になろうって気もなくて、プラ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 してて、はあ、それがでも80年代でしょ。そう、ね、でこれってじゃあフリーになってすぐくらいの時、すぐで、これがね、またエピソードがあって、うん、でもその仕事始めるって言って、なんか知ってる人とかに声かけてて、うん、カメラマンオーディションがあったんですよ。これすごい難しい場所だし失敗したらいけないっつって、実はあの僕の前任者がいて、うん、失敗しちゃったんですよ。あまりに暗くて、お城の中がね、はいはいはい、撮影できない、うん、真っ暗になっちゃって、で今度はカメラマンオーディションをやるっつって、10人ぐらいかな、5人か10人か忘れてたんですけど、1人足りないっつって、うん、で何でもいいから写真貸してくんないって言われて、うん、プロダクションの人に、それで貸したんですよ、うん、そしたら僕が選ばれちゃってお前選ばれるわけないからって言ってたんですけど、これ選ばれて行くことになったんです。だって藤田さんです、日本に帰ってきて全く無名とか写真の仕事ないから最初に1週間スタジオ借りたんです、うん、そう技術を身につけようと思って。でこれすごいのが、カメラマンになろうっていう人間が最初何するかって言ってアシスタントにつくかなんだろうね、学校に入るかって考えるんだけど、それを吹っ飛ばして、そう、先生になりたいから最初から、今日はモデル撮影、この撮影、この子の撮影するからって、今日は仏像これやるからってこれと同じセット組めっつって、組めとはやらないから組んでもらえませんかって、いわゆるそのなんだろう、雑誌かなんかのやつを見せるわけですよね。こんな感じで これやるんやん、はいはい、こんな感じでやるよみたいな感じで、はいはいはい、じゃあこれでセット組んでってやつですね。 それメモして頭の中に入れて、それで1週間で
覚えてしかもそのなんだろうポートフォリオもできるわけだよねスタジオ借りたから。だスタジオの1週間分のレンタルフィーとモデル代とその諸経費合わせても学校に行くよりも全然安いわけだよね。多分ね。それではなんかあの分かるじゃないですかスタジオの人が、これ仕事じゃねえよなってどう見てもこいつおかしいなって。ちょっと何しに来たんですかって言われて、いやあの写真技術がないんで学びたいんですみたいな感じになるわけじゃないですか。でも意外とそうするとスタジオマンの人って張り切るでしょ。そうそう教えてくれるの。そうなんですよ。頑張れ、ね、あのアシスタントの人たちってのは結構やっぱ辛い状況にもあるので、ね、そういうことでちょっとこう教えたりするの嬉しいんだよね。頑張ってね頑張ってねみたいな感じで、そっかそれやるんじゃないよって教えてくれて、でその時に作ったポートフォリオでもしかしてこの仕事をもらったって。そうそう、その時にその花なんかも撮るじゃないですか。うん、でもスタジオだからもう光が綺麗に回ってる写真しかないんですけどね、はいはい、受けはいいじゃないですか。でもこれさライティング組んでるんですか中で。これはねあのストロボ 2灯持ってってるんですけど、うん、あの炊ける時とところと炊けないところがあったりするんで、例えば こういう場合はね、はいはい、お城の奥からレフ板を5枚ぐらいつないで、わかるわかるわかる、ピカピカのツルツルのやつをアルミホイルで作って、はいはいはい、リレーしてくんだよね。リレーしてわずかな光で撮った、うん、はいはいはい、もうみんななんかこう持たせて、そうそうそう、でっかいもう一人聞きたけどね、うん、どうやってやってたのそれの持つ人は。いない。だから椅子とか、あ、そういうので、はしごとかでもう調節で、まずロケハンに行ったらあの光が入る時間を全部チェックして、はいはいはい、この窓から何これぐらいの角度で入るっていうのを見て、でここにこう置いて何枚いるとか。で当然そんなレフ板なんか持ってってないから、現地、まあ、ドイツなんですけど、ドイツのなんかこうホームセンターみたいなところに行って板買ってきて、自分でこうアルミホイル伸ばしてピカピカにしたり、まあ、シワつけたりしてレフ板作ってやってるんですよ。これはだからあのセッティングするのはこのフラワーアレンジメントはその作家の人がやって、そうそう、作家の人がやって、ここにこうやったらどうですかとかって言ってやる。なるほどね、うん、こういうとこね、はあ、これすごいでしょうね。実は似たような仕事を僕もやったんだけど、それは日本 の、うん、あのお城っぽいとこ使う、うん、なんだっけな、ドイツ村とかイギリス村みたいなのがあって、そこ行って撮影してたことはあるけど、本物だから、本物だから、それでやっぱり文化財級じゃないですか、こうおつぼにしても、ね、はいはい、やっぱ怖いんですよね。めっちゃ怖いですよね。壊したらとか、これ壊したらもうなんか文化財だもんね。それでもうでこれってポラロイド切って、ポラロイドっても一人だから持ってってんのがね、うん、でフィルムも結構いいじゃないですか、はいはい、まあ、これフィルムの時代だからこれ何本ぐらい持ってたんですか。そんな持ってってないんですよね、あの最初に買えないから。でもこれの4倍ぐらいは撮ってます。で段階録音3回ぐらいしか撮ってないんで、うわ怖い、すごい怖いですよ。ポラロイドだと全部撮れるわけじゃないんで、こんなにカット、じゃあ撮らないものもあるんですか。撮らないものもある。これはまあこういう感じだろうって。だってさ、ちょっとデジタル時代じゃないから分かんないわけじゃないですか、露出も分かんないし、そう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 、でこんなに差があると中間を取るのが大変じゃないですか。はあ、うん、まあそこら辺はもう勘なんですけど、これ全部ポジフィルムなんですけどね。じゃあポジフィルムでしかも当時はありえないんだけど、うん、すごい仕事を何しょっぱなからもらってた。そうそうそう、いやこれでもパッポットでの、うん、ポットでなんですよ。カメラマンはもらえる仕事でもないし、ほぼ最初の仕事なの。はあ、でもそのね、なんかそのなんかパリでやってましたって聞いたのかな。いや、まあ、聞いたかどうかわかんないけど、そんなことはあの売り文句に してないんです。してないんだ。でポットでだとも言ってないんですけど、うん、あ、任しといてくださいよみたいな。まあ言うけどね。でも前任者が失敗してるんで。本当に失敗できませんよって言われて、だって失敗できませんよって言われてもね、しかもちょっと大きい声で言えないんですけど、うん、今度はやっぱり外交的な国と国じゃないですけど間が入ってるんですよね、はいはい、だからもうプレッシャーすごいですよ。1週間ぐらい、これは
10日ぐらいですかね。10日、1個のお城で 3日ぐらいで。現像はどうしてたんですか。現像も日本に帰ってきて、うそー、もう心臓ドキドキ、ご飯食べられない、食べられないですよね。ご飯食べられない、うん、それすごいんですよ食事は。ダメもう全然口つけられない。もう一番最初の大きな仕事のロケ行った時に夜寝れなくて、うん、いや本当に現像するまで生きた心地がしなかった、うん、でこれ脳トリ鳥なんですよ。脳トリ、ああはいはい、で使ってくれてるんですよね。はい、でだからもう、まあ、そういうふうに使うかどうか分かんなかったですけど、うん、あの撮る時に本当にもう無駄がないように、はい、考えに考えて、でも時間がないじゃないですか、はい、でしかも日が短いんですよ。これ四角形の半径にするっていうのは最初決まってたんですか。決まってないんです。もう写真見てデザイナーの方が、じゃあもうこれ全部生かそうってことになったんだ。そうカメラのことも詳しくて、ハッセルで撮ったんだらもう四角だよねみたいな感じで。へー、それはこの写真を生かしたかったんだろうね。そう、気に入ってくれてね。いやこれすごいわ、うん、いやもうこれもうなんかもう作った時以来あ見たことなかったんですけど、いやこれ自分で見て俺やっぱすごいんじゃないっていやフィルム時代にこの仕事をするっていうのはちょっとすごいですよ、うんね、うん、本当に これだからハッセルはもう本当に、まあ、慣れてるもせいもありますけど好きだからね。フランス時代からハッセル使ってる。使ってないです、フランス時代はもうキャノンが、だからもう買ってすぐ それ知ってましたよ。あるんですけどね、うちにもあったんですけどね、あの仕事では使ってないです。じゃあこれを三号も取らずにハッセルだけで取ったの。三号も抑えはあるんですけどね、うん、まあ、ほぼ同じものが、うん、やっぱりなんか怖いから三号も取るっていうのはあるよね。あるよね、うん、やっぱりね。これフィルム何100本とか200本とか200本あないんじゃないかな。200本あっても200いやない200本はないな。あでもこれの4倍ぐらいバリエーション取ってるんで、で生意気だから著者の方にね最初3日間ぐらいやって、こんな行け方でダメだやり直しっつっちゃって、僕が俺はもう撮んないとか言って一体何者っすかそれは。もう最初の50分ぐらいもう全部使わなくて、あとか言ってからなんかもうやばかったかなみたいな。もう最初の頃ってやっぱり1個撮ることだけでキュキュとするからね。それでこういうのだと普通そんな撮れないじゃないですか、うん、でもまあ一日にね、この光何月くらいですかこれ。何月発売が2月頃だから、まあ、秋だったかな、くらいか、うん、じゃあもう日もそんな長くないですね。長くないんですよ、うん、ドイツなんで美味しい時間なんて多分4時間ぐらいしかないはずですよ ね。でもまあ朝早くから入って、あ、まあ、お城の開館時間前にね、はい、やっぱ職員の方いらっしゃるんで、それに合わせて、はあ、すごい、閉まるのがまた早いんですよね。で綺麗に撤収しなきゃいけないじゃないですか。でお昼ご飯は抜きですよね。まあ楽しいだろうけど、いやきつかった。楽しいって言えばきつかったしか思い出がないんだけど、誰も理解してくれないじゃないですか。で一人でやるってすごいよね、うん、これ明らかに2人ぐらいなんかお手伝いがいないとしんどい。そうすごいしんどい。三脚担いでカメラ持って移動しながらでしょ、うん、はい、こういうのはちょっとバウンスね、あの壁にさせて撮ったりしてますけど、うん、だってそれだってこれそれだけ撮るだけに30分くらいかかっちゃうもんね。セッティングするだけで ねで傷つけちゃいけないとかね、なんか言ってもう気使ってスタンド立てるじゃないですか。でも角度わかんないじゃないですか。モデリングランプないんで、あのクリップオンのを外してるだけなんで。すごいな、クリップオンって言っても、あの5651ですけどね、懐かしいね、 あんなやつね、うん、さすがっすね。でも最初の頃の仕事でこんな仕事ができるってすごいですね、まあ、運ですよね全部運、うん、
うん、これすごく売れて1万円したんですけどね、うん、2種類ぐらいまでいったんです。へえ、まあ、信用になりますよねそれはね。なんでこうかっちょいですね。今こんなハードケースないですけど、ね、うん、立派だよねこれ。ここら辺から本当ハッスルは仕事で使ってますね、うん。